あれ緑、はい、あ、おはようございます。完全洗脳されてへん。え、何か洗脳ってなんですか。え、なんか別に普段通りなんですけど。信じてへん言うてたよな、この間。え、僕そんなこと言ってましたっけ。言うてたよ。あれ軸って何なんですか。軸とか占いとか都市伝説とか信じないタイプなんで。いや、アクセフベルガードめちゃくちゃいい商品です。いや、めちゃいい商品っていうか、やっぱこの間のあの見せられちゃったんで、いろんな実験だったり子供の代わりを、もうこれはあやかるしかないなと思って、全身、今から言います。手袋、ブレスレットで、リストバンドで、エルボーガード、フットガード、そしてネックレス3本、ネックレス3本と、あとはアンダーシャツ、お、アンダーシャツ、それと足用のサポーター、ふくらはぎサポーター、そして最後に出せる、これ出せます、出せます、出せます。スパッツなん。そう、スパッツ、このスライディングパンツ、スパッツなんですけど、これちゃんとキャッチャーに優しいカップ収納スペース付きなんですよ。もう軸でできてるな。これ僕が軸です。今日はね、クーニンズの軸となって大活躍したいと思います。期待します。ありがとうございます。お願いします。です。はい、というわけでバッティング練習が始まったんですけれども、バッティングピッチャーはイカイラーです。早速ね、やっぱスイングがしやすいというかね、バット重いんですけど結構強めに振れてるんですよ、まあ、そんなにね大きい当たりは打つことできなかったんですけど、まあ、僕のね持ち味である、持ち味っていうのかな、鋭い打球をですね、結構バッティング練習、久しぶりの公式だったんですけど、結構打つことができました。このね軸のおかげでね、こう低め拾えたりね、体が残って、うん、あんまり前に突っ込んでないんですよね。こういうのとかもね、これ軸のおかげなのかな。でね、一応僕あの両打ちなので、右打席でもねしっかりとバッティング練習させてもらいました。右で公式ボール打つのは本当に10年ぶりぐらい。いや、めちゃくちゃ緊張しましたね。なんかバット折れるんじゃないかなと思って。まあこれくらいのスイングじゃ全然折れませんでしたね。というわけでこんな感じでバッティング練習が終わって、いざ試合に挑みます。はい、第1打席、相手ピッチャーは左、元巨人の星野真澄投手です。もうね、ワンポイントピッチャーみたいなのが初回からね出てきてたんですよ。これでね、右打席、最初左打席で入りたかったんですけど、最初右打席で、もうね球がやっぱ違うんですよね、元プロのピッチャーっていうのは。もう当たんないんですよ全然、まあ、振りもね体開いてるし怖いし。で最後これ、すばい、低めの変化球をハーフスイングで三振からの確信歩き。はい、で2打席目、これが今日の最後の打席となります。この回の先頭バッターでですね、次のバッターが元ヤクルトの上田先輩だったので、絶対にランナーに出て回さなきゃという思いで必死でした。もうね、初球からまっすぐ一本縛りで振ってやろうということで、初球振っていったんですけれども、惜しくもファール。この時ね、タイミングそんなに悪くないんじゃないかなと思って、まあでもプロ野球選手なんでまっすぐで来るだろうと、次の球もまっすぐを狙っていきました。打った、ライト、センターとライトの間、宇宙間ですね、宇宙間にまっすぐ飛んでいった。そして抜けて、センターがちょっとこちょこちょっと送球やってる間にツーベース。ありがとうございます、打ちました。久しぶりの公式野球、そして元プロのピッチャー、あ、そう、西武の山本投手ですね、元西武の山本投手から打ちました。結構ね、自分の中では会心の当たり、限界の当たりだったんですけれども、いや、いい当たりが出てくれました。というわけでですね、元プロのピッチャーから公式ボールで木製バットでツーベース打っちゃいました。いやー、もうね、ここまで来たらね、信者です。もうなんて言うんですかね、本当に信じてなかったんですけど最初は。けどバッティング練習した時に本当ブレないというか、
なんていうんですかね、まあなんか低めの球拾えたりとか、木製バットでも。でバット重いんですよ、あの普段使ってるビヨンドマックスより重いんですけど、なんかそんな重く感じない気がする。で打席立っててもすごく待てるんで、ボールが見える感じがして、なんか打てそうな感じがあったんですよ。まあ右打席では打てなかったんですけど、でもあのね、こうハーフスイングがあそこで止まったっていうのはある意味軸なんじゃないかなっていうね。本当だったらもっとバッとバットが止まらずに、もっとあの変な空振りしちゃったんじゃないかなと思うんですけど、クッとね止まった、まあ三振ですけど、あれもね軸のおかげなんじゃないかなって思ってます。いや、ここまでね、まあ3本にわたって動画配信しましたけど、まず子どものね体幹の実験とか可動域の実験とか、まあそれでも、まあ、実際効果あったし、まああの後僕もやってみたんですけど、僕も効果あったし、でね、子供たちのそのアクセフを身につける身につけないで、バッティングの内容というか、まあやっぱりこの立つっていうところで違いましたし、明らかに。で、まあ最終的に自分が本当に野球でね、試合で使ってみて、打っちゃいましたし、で、すごい感触も良かったし、すごいいい感じで触れてたので、これはもう、信じるしかないですね。本当にもう、あやかるというか、まあいいものにあやかるべきというか、まあつけないより、絶対つけた方がいいなっていうのは実際ね、まああんなにあの試合ぐらいつける必要はないと思うんですけど、まあつけれれば最高なのかもしれないですけど、まああれはちょっとつけすぎだとしても、まあね、ネックレス一つとかブレスレット一つとか、アンダーシャツ、インナーでスパッツとか、まあ結構いろんな多いので、数がアイテムの、まあね、何かしら身につけてやった方が確かに安心感あるなっていうか、最初にちょっとバカにしてた西田さんのなんか不安になるもんねみたいな、つけ忘れたりとかすると不安になるっていう気持ちがちょっとね分かっちゃいましたね。やっぱ実感するとすごく分かります。まあなかなかこう動画で見るだけじゃね、なかなかやっぱり本当かよって多分思うと思うんですけど、これは自分でね実感してみてやっと分かるなんか効果だと思います。まあこれをね言葉で説明するのが難しいは難しいんですけど、本当にね一度そのなんかこう試してもらいたいというか、この効果をね実感してもらいたいなと思いました。まあね本当に思った以上の効果を実感してしまったので、おすすめせざるを得ません。本当にね、あの効果なかったらそういうのおすすめはできないなと思ってたんですけど、実際あったのでね、これはあのおすすめです。本当にこれからも使用して野球をやっていきたいなと思います。それでは、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、インスタグラムのフォロー、あと公式 LINE もやってますので、ぜひ友達追加をお願いします。あとはアクセフさんの関係の URL とかも貼っておきますので、ぜひ概要欄からお願いいたします。どうもありがとうございました。